カニエ町図書館は愛知県天群グンカニエ町大座カニエ神殿にある公共図書館である。1966年5月1日に元カニエ本通りにカニエ町立図書館として開館し、1969年にカニエ本町の新館に移転した。1998年には佐川総合公園の新館に移転し、名称がカニエ町図書館となった。 2016年度の図書資料費は1014万8000円であり、一人当たり図書資料費は274円である。元カニエ本通りのカニエ町立図書館カニエ町は、海府地域南部の定地にあり、1889年10月1日の町村制施行時には、津島町と並んで、海、西氷、海東郡で調整を施行した2町の一つである。戦後には、工場の誘致、 団地の造成、温泉開発などによって、急速な発展を遂げつつあり、図書館開館時点の人口は約2万千人だった。蟹江町出身の衆議院議員である佐藤寛次郎は、高知県宿毛市を訪れた際、不参謀創設者の坂本賀島が設立した私立、坂本図書館を見学し、自身の増を主体とする公共図書館の設立を思い立った。 佐藤は自身の蔵書に加えて出版社や新聞社に寄贈を依頼して蔵書を収集し集めた約8000冊を蟹江町に寄贈した。蟹江町はこれらの図書を一般閲覧に供するために図書館の建設を計画した。国鉄関西本線蟹江駅と近鉄名古屋線近鉄蟹江駅の中間付近、元蟹江本通りには東海銀行蟹江支店があったが、 東海銀行蟹江支店は近鉄蟹江駅前に移転した。1965年には蟹江本町麻城に図書館を建設する議案が可決され、蟹江町は元蟹江本通りの銀行建物を700万円で購入。木造建築の内部を改装して、1966年5月1日に蟹江町立図書館を開館させた。 佐藤からは開館後にもバシバシ寄贈を受けた。佐藤自身が務めた中央公論者からは多くの憲法を受けており、また佐藤の長男である佐藤幹樹が勤務していた文芸春秋社や佐藤の計画に共感した草原新社などからも憲法を受けている。敷地面積は五十九平方メートル、建物の延べ床面積は六十四平方メートルであり、 この一部に書庫、閲覧室、会議室が置かれた。開館時には書籍7500冊、雑誌2500冊の計1万冊を所蔵していた。開館時の職員は館長を含めて3人であり、図書購入予算は年額50万円だった。1967年2月1日から考え貸し出しを開始した。佐藤館次郎からの寄贈本の影響で文学書や 経済書の割合が多かったため、開館後には参考図書、科学書、児童書などの充実が図られた。商店街の中にあったため読書環境は良好ではなく、また木造建築であることから火災に弱いという欠点があった。採高が不十分であり、時期によっては湿度が高かった。1968年秋からニエ本町保の割の中霊園脇に、 新館の建設が進められた。旧館とは異なり近鉄カニエ駅の南側、駅から徒歩5分の距離にあった。この場所は近鉄カニエ駅と国道1号の中間付近であり、交通の便が良かった。中霊園に隣接しており、図書館の周囲には緑が多いことから旧館と比べて読書環境が良かった。1969年3月31日に、 鉄筋コンクリート造り2階建ての建物が竣工し、6月1日には約3年間使用した木造館から新館に移転した。総工費は1350万円。金町は図書館の建設と並行して中霊園に植樹や造園を行い、児童遊園としての整備を行った。1階には事務室、児童閲覧室、宿直室が2階には成人閲覧室、 書庫が置かれた。佐藤勘次郎の寄贈本は佐藤勘文庫としてまとめられ、小説家の川端康成が文庫の学面を記号した。なお、佐藤はそもそも小説家の谷崎純一郎に記号を依頼していたが、谷崎は1965年に病気で他界している。新館会漢字の休館日は毎週月曜日、土曜日午後、祝祭日、年末年始だった。 平日は9時から17時30分、土曜日は9時から12時30分が、開館時間だった。図書館の新築によって空いた建物には、調整80周年記念事業として1969年11月11日に、カ蟹江町協土館が開館した。1971年度の蔵書数は12,335冊、入館者数は12,619人。 貸し出し冊数は9182冊だった。1981年度には移動図書館社、ともしべ号349万8000円で購入し、1981年10月1日から移動図書館の運行を開始した。増書数は1978年度末に2万冊を突破し、1983年度末には4万2701冊となった。 貸し出し冊数は1979年度に2万冊を突破し、1983年度には5万2043冊となった。1982年度には6万3冊が貸し出されたが、うち38%に相当する2万2735冊は移動図書館によるものだった。蟹江町図書館とその周辺の地図1994年度から、 新図書館の建設計画を進め、発射による建築設計協議の結果、1995年6月町議改定例会で採用作品が発表された。日光川の東岸に、佐田川総合公園の整備と合わせて図書館の建設を行い、1998年6月13日に蟹江町図書館が開館した。2004年4月時点では、 図書約9万7千冊と視聴各資料約4千点を所蔵しており、新聞12紙と雑誌129紙を扱っていた。同時点では毎月アメニティホールで映画上映会を開催していた。約50席のミーティングルームは土日と夏休みに学習室として開放していた。一般書の書夏1階にはサービスデスク、一般書フロア、自動書、フロア、 AV コーナー、読書コーナー、サーチデスクなどがある。読書コーナーには、琉球畳が敷かれており、サーチデスクには、ロボ君と名付けられたパソコンが設置されている。2階には、アメニティホール、ミーティングルーム、和室、ギャラリー、閉下書庫などがある。一般書の書家の上部は2階層分の吹き抜けとなっている。サーチデスクにあるインターネット検索用パソコンでは、 ジャパンナレッジや中日新聞、東京新聞記事データベースを提供している。2010年には、カニエ町がアメリカ合衆国入りの一周マリオンと姉妹都市提携を結んでおり、図書館内にはマリオンを紹介するマリオンコーナーがあるほか、カニエ町図書館公式サイトとマリオンカーネギー図書館公式サイトは相互リンクを行っている。建物の北東側には町民有志によって、 小堺不規制探知の石踏みが建てられた、蟹江町図書館がある佐田川総合公園。ありがとうございます。